はい、それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、文字に関する機能をご紹介していきたいと思うんですけど、IPAMJ フォントってご存知ですか？はい、IPA が出してるフォントの中の一つで、なんかいっぱい文字が使えるやつですよね。あ、そうですね。もともとその人名に関わる文字をこう、まあ、網羅して統合しようみたいな趣旨で、まあ、IPA が作ったものなんですけど、で、まあ、通常の漢字のフォントって1万5000字ぐらいのものが主なんですが、この IPMJ フォントですね、通常はこうカバーしていない異体字なんかも含めた6万字をカバーすると。なるほど、こういうふうな 6万もあるんですね。そうなんですよ、うん。で、まあ、そんなものを IPA さんが作ったんですけど、で、まあ、なんせ6万字もあって、まあ、この入力がなかなか大変、探すの自体が大変になってくる。うん、大変ですね。はい、特に異体字ってどうすればいいんですかって感じです。はいはいはい。で、まあ、そんな問題があるんですけども、まあ、リブレオフィスの拡張機能を使うと、なんとこれをこうサクッと検索をして、入力できてしまうというものがあるので、こちらをちょっと紹介しようかなと。はい、はい。で、手順なんですが、まず、IPAMJ 明朝そのものをまず入手する必要があります。で、まあ、検索ですね、 IPAMJ 明朝で検索すると、この文字 .or.jp というサイトが出てきます。で、ここでですね、はい、フォントを入手することができます。IPAMJ 明朝フォントですね、うんうん。2019年にリリースされて、まあ、最近のリリースとなっていますね。で、ダウンロードが、どこかな、あ、窓の森からダウンロードできるみたいですね。あ、そうなんです。で、こちらからダウンロードをして、で、まあ、ファイルをダブルクリックするですとか、この辺はあの環境によるんですが、まあ、フォントインストーラー OS 標準の、方法でフォントをインストールします。まあ、ちょっと今ダウンロードしてみますが、これですね、ファイルがダウンロードされました。で、これを展開しまして、これですね、 IPAMJ で、こいつをインストールって出てこないのかな、右クリックでいいのかな、インストール、まあ、ちょっとこのあたりの操作は Windows だとまた違ってくるものになるかなと思います。うん、まあ、要はインストールすればいいってことですね。そういうことですね。うん、あ、で、私の環境はすでにインストールされているようなので、ちょっとエラーが出ちゃいましたが、なるほど、はい。まあ、あの何らかの方法でまずは IPMJ 明朝をインストールする必要がありますと。で、次に、LibreOffice 用の拡張機能をインストールします。で、拡張機能サイトですね、 extensions.libreoffice.org にアクセスしまして、で、検索機能で IPA と入力をして、検索しますとですね、出てこないですね。あった。IPAMJ フォントキャラクターファインダーというものがあります。これ検索意外に引っかかんないのか。そうですね、 IPAMJ まで入れて検索した方がより手早く、はい、MJ まで入れると出てきますね。はいはい、こんな感じのアイコンのアプリですね、これが出てきますので、うん、この中の一番最新版 1.2.0 をとりあえずダウンロードしてみますね。で、そんなに大きくないとですぐに、ファイルがダウンロードされます。で、そうしましたら、LibreOffice の
あ、立ち上げてないか。リブレオフィスを起動しまして、で、ツールの拡張機能マネージャーですね。で、ここから、追加を押して、で、さっきダウンロードした IPA MJ ファインダーですね。こいつを選択して開くと。こうすると、拡張機能がインストールされます。で、これを閉じるとおそらく再起動かな。はい、レベルオフィスの再起動が走りますので、このまま、再起動しますと。と一応これでインストール関係は済んだことになるはずなので、ライターを起動してみます。そうするとですね、あ、これ見えますかね。これね、なんか画面共有見えてないです。あ、そうか、そもそも画面共有をしていなかったという。はい。大変失礼しました。いえいえ、ちょっとお待ちください。あ、ありがとうございます。来ました。来ました。そうすると、こんな感じのアイコンがですね、画面上に出てきます。はい。なんか、一個だけで出てくるんですね、ツールバーが。そうです。浮いた状態で出てくるので、まあ、こいつをですね、ツールバーに、このように格納します。まあ、この辺の操作も、Windows かどうかで多少違うかもしれないですが、うん。で、これで一応、ここに収めた形で使うことができます。で、もう一つ行っておくのが、このドキュメントのフォント設定ですね。IPMJ フォントを正しく表示するためには、このドキュメントのフォント自体を IPMJ に変更する必要があります。うんうん、まあそうですね、これですね、リブレオフィスの場合ですね、まあ、ここで段落に対して設定するという方法もあるんですが、まあ、より望ましいのはスタイルですね。段落のスタイルに対して、ここのフォント設定で、IPA MJ 明朝と、これを2つのフォント設定のところにそれぞれ、入れてあげると。うん。まあ、そうすると、文章中のやつが全部、基本的にはこれになるっていうことですね。そうですね。まあ、この2つのフォントが揃っていないときに、半角か全角かでフォントがですね、バラバラになってしまうということになるので、うん、ここは揃えておくのがおすすめですね。で、これで、まず ドキュメントに対して、IPA MJ フォントを、設定しました。で、次にいよいよ文字を入力してみます。で、こちらクリックするとですね、こんな感じでダイアログが表示されます。はい、で、まずこの検索というところにですね、文字を入力するんですが、で、まあ、例えばここにですね、何がいいですかね、まあ、異体字が多いもの、例えばその同じ種類の字なんだけどちょっとだけ違うものが、いっぱいあるものっていうと何がありますかね。渡辺の鍋あたりがいいですかね。はい、で結構いろいろありますよね。めちゃくちゃあると思いますね。全然わからないです。渡辺の鍋の難しい方とかって結構ありますよね。で、そんなのを探したいときに、まあ、とりあえず1文字入れて、うん、で、この異体字という部分をクリックします。はい、そうすると、はい、いっぱい出ましたね。出てきました。で、全部同じ字が並んでいるように見えるんですが、よく見てください。ここのですね、8の字のところの横線がありますね。うん、で、次の字は、ないですね。それすべて全部ちょっとずつ何か形が違うと、この反り方が違うとかですね。
はいはいはい。これなんか、すごいですね。痛い字こんなにバリエーションあるってすごいですね。そうなんです。鍋だけでこれだけ種類があると。まあ、こういったものをですね、この IPMJ はすべて網羅して、使うことができるというフォントなわけなんですね。ここがすごいところなわけですね。で、まあ、ここに検索をして出てきたものを、まずクリックするだけで、はい、うん、今ここにメッセージ出たのが見えると思うんですが、ああ、コピーしましたって出ますね。はい、そうすると、コピー今されてるんですか？そうです。クリップボードに貼り付いた形になってますんで、であとは任意の場所にカーソルを持っていって、貼り付けと。なるほど。で、一応貼り付けは しないとダメなんですね。なんかクリックしただけで入るわけではないという。残念ながらですね、いきなり入るところまでは作り込まれていないようですね。なるほど。ただまあクリップボード経由なんで、うん、まあどんな場所にでも貼り付けられるというところと、確かに、まあリプレスに限らずどこでも入るってことですね。そうですね。であとはこういう痛い字は連続でこうどかどか入力するという場面はそんなになくて、うん、1文字狙い撃ちで入れるというところが多いと思うので、まあそんなに不便にはならないかなと思います。はい。でまあこんな感じで、微妙に違う鍋というのがドキュメント上で、入っていくと入力できると。これも信用が1点か2点かとかで違うわけですね。はい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 。これなんか2つその候補みたいなやつの出るとこがあるじゃないですか。あ、このこれですね、左側を、はい、左側はなんか選択してたんですけど、右側はこれは何だ。あ、右側はですね、左側で選択した文字の履歴ですね。ですので今同じものがずっと並んでいるように見えるんですが、違うものを検索してまた選択すると、ここにですね選択したものが順次追加されていくので、うん、で過去の履歴からですね、選び直すというのが結構簡単にできると、うんうん、ちょっと前のやつをまた入れたいとかいうときにそこでいけるわけです。そうですね。最寄りのものはここから選べると。まあ最寄りといっても全部似てるので、どれを選択正しくできるかはまあユーザー次第というところですが。はい。でその右側の方に要はユニコードとかそういうのの痛い字コードとか出てますね。そうですね。字形が見やすいようにまず拡大表示されているというところと。あとはその文字が持ってる文字コードですね。いろいろなコードがあって、UCS コードだとか、MGA 文字図形名だとかですね。あとは、異体字コードといったものですね。うん、こういったものと、あとは画数と読みなんかも出てきます。はいはいはい。で、まあ、見ての通り読みなんかもあるので、例えばこの、ほとりとかで検索してみますか。あ、読みでも検索できるんですか？いけます、うん、読み入れて、ここに読みボタンがあるので、はい、これをクリックをすると、あ、なるほど。そうするとほとりという読みが含まれる文字が、うんうん、あ、ちょっと隠れてますけど、ほとりもなんかたくさんありますね、これは。ありますね。で、めっちゃあるじゃないですか。で、例えば同じほとりでも、自分が探したいものは画数は少ないぞと、うん、画数で、フィルターをするということもできます。でここですね、うん、画数フィルターで、それは、はい、あ、画数で絞るってことなんですね、候補の中から。そういうことですね。で今0から99で最大になってるんですが、ここを例えば、まあ、99とかなんか全部入っちゃいますね。はいはい。でここを例えば、10とかにして、0から10まで。 10だとほとんどかな、一部入らないかな。まあ、やってみましょう。これでもう一度読みで、検索を押すと、はい、ああ、だいぶ減りましたね。そうですね。逆に10から99としてあげると、お、複雑な方っていうふうに、絞り込むことができると。なるほど。これ、画数でフ
フィルターもできる。そうですね。で他のやつは全部検索なんですね。この一体字とか部首とか読みとか。そうです、そうです。画数とか。はい。画数、だから上と下あるけど、下は画数で検索ってことなんですかね。これ、なんだっけな。おそらくこれは、まあ、例えば3とか入れて、こうだっけ。ちょっと怪しい。よくわかんないですね。画数3ってこともないな、これ。あ、これは単純にここだけ見て、1から2とか入れて画数で検索すると、これは純粋に画数だけでの検索ってことですね。ここは無視して。要は画数のフィルターの方を見るってことなんですか？はい。フィルターを主にして、フィルターに入れた数字だけで、文字は全ての範囲から探してくると。じゃあ、あれか。検索の窓に何か入れる必要はないってことですか？あ、そうです。ここは空でもおそらく、じゃあ、例えば3から4と入れて、画数を検索すると、まあでも画数って同じ画数多いからな、これでやるのはちょっと辛いかもしれないですね。まあケースバイケースですね。はい。まあ、どうしてももう読みも何もわからない時っていうのを、うん、ですかね。そうですね。であともう一つがこの異体字ってやつですね。で、これどんなものかというと。まあ、さっきの鍋の字でもこう鍋グループでいろいろあったじゃないですか。はい。で、あれを見ると、まあ、この字で見ますが、異体字コードっていうのがあるんですね。で、うんうん、これはこの上と見比べると前半は UCS コードと同じじゃないですか。うん、うん。で、後半がこれがですね、このグループのこっちがこう個別の異体字っていうふうにこう前半後半で前半がグループ後半がそのグループの中のちょっと違う文字ごとに振られたコードっていう感じになってます。ああ、はいはいはい。消えた。なのでどうだっけな、こいつをここに貼り付けてで、異体字と検索すると、ちょっと違うかな。こうか。こうして、異体字。どうしたっけ。あ、しまった。前半だけでいいのかな。ちょっと。異体字をやるときは、UCS コードの方を見るんですか？入れますか？どうしたっけな。こっちを、あ、でも UCS コードっていう検索ボタンがあるからそこを押すとか。こいつをコピーして貼り付けて、こいつの異体字と、こうですね。はいはい。文字で指定をしてその文字の異体字グループを探すというこういう探し方ですね。若干私も怪しくなってます。ですので、渡辺の鍋の字で言うと、これで異体字と。あ、画数が効いてるのか。これを0から99。あ、ちなみにこの数字をリセットしたいときには、ここのボタンを押そうですね。初期値にリセットされます。ここに実はボタンがあるんですね。リセットボタンがあります。これボタンなんですか？そうなんです。これで0から99に。気づかなかった。はいはい。戻せますんで。なるほど。あれ、出てこないな。ちょっと。これあれですね。なんかその MJ コードとか UCS コードとかは本当にその右側に出てくるコードから逆にやれってやつだし。そうですね。なんで別途手元に例えば UCS コードを持ってますよという場合ですね。いう場合あんまりないと思うんですけど。あんまりないですけど。はい。という場合は、まあ、貼り付けてドンと。コードが異常です。怒られちゃいましたね。U がいらないのかな。
これ MJ コードじゃなくて UCS コードだと思います、今の。もう一度戻して、あ、出ますね。はい、であとですね、ブッシュで検索ということもできます。例えば信用ってありますよね。はいはいはい。これでブッシュで検索すると、あ、エラーが出てしまいました。あれも若干不安定なようです。信用でブッシュ、あ、エラーですね。まあ、ちょっとうまく動かない場合もあるようです。意外に難しいですね。ブッシュってどうやってやるのか。まあ、例えば、あ、出た。出ましたね。ああ、そういう、それはいけるのか。ということは、魚とかでもいけんですかね。あ、いけますね。あ、はいはいはい、ただ検索結果が多すぎるとエラーが出たので、これはおそらく多すぎて表示できてない、ものがあるはずです。たぶん500ぐらいで制限がかかってた気がしますね。あ、そんなに魚辺はあるみたいですね。魚ってそんなにあるんだ。はい。なるほど。あとなんか表示切り替えでその IPMJ 明朝っていうのがこうカタカナと漢字のやつと両方あったりするんですけど、これは何ですか？はいはい、これはですね、このダイアログ内での、フォントを正常に表示するためにちょっと必要な機能になってまして、で、Windows の環境で使っている場合のみこの切り替えが必要になってくる場合があります。で、例えばこの鍋の字を検索しましたといったときに、Windows 環境の方の場合だけここを切り替えないと、この字がすべて同じ字で表示されてしまうという場合があると。なるほど。ということで、もしも検索が複数候補が出てくるのに同じ形が出てくるといった場合には、この IPMJ 明朝の字形を正しく拾えてない場合があるので、その場合にはこちらを切り替えてもらうと、正常に表示されると。そのためにちょっと、Windows 環境の方のみ必要な機能になってます。とで。なるほど。はい。ということで。結構いろんな検索の仕方ありますね。はい、そうですね。結構多角的な、でしかも画数フィルターもできて、まあ、ちょっとたまに、強制終了してしまうのはたまに傷ですが、さっきの多分数が多いっていうやつの時に、はい、多分エラーになって落ちちゃうんですよね。かもしれないですね。まあ、ちょっとその辺荒削りなんですが、ただこの IPAMJ 明朝ですね、6万字ある漢字から望みのものを探してくるという用途を考えると結構便利に使えるんではないかなと。確かに。そうですね。これを使えば別に LibreOffice じゃないところで入力したいときでも使えるっていうことだし。そうですね。ただ、アプリごとでこの IPMJ 明朝の表示自体に対応できるかどうかというところがアプリによって、対応状況が異なるので、
はいはい、もうちょっと具体的に言うと、その UTF-8 のフォントの異体字による切り替えというのが、実装によってそこまでできてないケースなんかがあるというところで。なるほど、はい、まあそれはソフトに依存してるって話、ね、そうなんですね、うん、だ少なくともこのダイアログでコピーをして貼り付けるだけならできます。ただおそらくその異体字コードのグループの中の異体字のない文字っていうのがあるんですけど、これ今ここの異体字のところがこう切り替わるじゃないですか。はい。でこれのおそらく最も、異体字の小さいものとか異体字のコードがないものとかそんな感じのですね、親一番グループの親になってる文字が表示されるということになるかなと。うんうん、異体字コード込みの文字が異体字コードを失った状態なので、こっちのただの UCS の範囲の、文字が表示されるということにおそらくなるかなと。あ、まあその異体字に対応していない、まあ、アプリの場合ってことですね。そうですね、まあ、そのあたりはアプリによりけりというところで、うん、まあ、ただリブレオフィスですね、この異体字コードの表示にはバッチリ、対応してますので、この明朝フォントを導入してこの拡張機能を入れてもらえれば、はい、まあ、この人名の6万5千字をですね余すことなく使うことができるということになっております、うん、はい、なるほど、はい、といったところでですね、この IPMJ 明朝キャラクターファインダーですね、まあ、これから、文字をがっつり人名をバッチリ扱いたいよという方はですね、ちょっと使ってみていただければと思います。といったところで本日のテクテクリブレオフィスは IPMJ、キャラクターファインダーのご紹介でした。といったところで、うん、はい、あ、どうぞ。いえ、もう終わりました。はい、じゃあ、以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。